どうもガイエルです違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、7月2日ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、4対6で負けてしまいました。悔しいですね。先発の吉村投手、調子悪かったんかな。まあ0対6からよくまあまあまあ4点入れてくれたなっていう感じですね。はい、まあ後ろのピッチャーがなんとか粘ってくれたんで、そういうことになったんだと思うんですけども、本当どうせなら勝ちたかったなと。こうやってね、先発がちょっと崩れた試合を後ろのピッチャーが耐えて取れるっていうのがめちゃくちゃ強いチームだと思うので、もうそこまで来かけてるんですけどね、あと一歩が、いけなかったなと。8回の表の攻撃、ワンアウト1、3塁でムーチョーだったんですけどね、ムーチョー頑張って粘ってくれたんですけど三振で、あそこね、あの粘りの途中、おこれはマツダスタジアムの石原選手みたいな感じで、この粘りが生きてくるんちゃうかとかちょっと思ったんですけど、あれ粘ってくれたんですけども、三振で、あそこねフォアボールまで粘るかヒットでね、だいぶ変わってきたと思うんですけども、まあ次の西川選手がフォアボール選んでくれて満塁のチャンス作ってくれたんですけども、ちょっといいワンテンポ遅れたかなと、いう感じですね。本当に惜しかったです。ムーチョナイス粘りだったんですけどね、まあ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 戦えるチームだなと思いました。明日もね、はい、頑張って明日は勝利をつかんでほしいなと思っております。明日の先発は山野投手です。山野投手頑張ってください、よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、明日は勝つぞ。